初代ノースケープのフレーザー男爵ブルース・オースティン・フレーザーはイギリス海軍の軍人。海軍殿水、初代フレーザー・オブ・ノースケープ男爵 GCB 区部。第二次世界大戦中に本国艦隊司令長官として戦艦デューク・オブ・ヨークに座上して北岬沖海戦を陣頭指揮し干渉した。第二次世界大戦終了時には イギリス太平洋艦隊司令長官の任にあり、アメリカ戦艦ミズーリ上での日本の幸福調印式において、イギリス代表として幸福文書に署名した。戦後、海軍士官の最高ポストである第一海軍教を務めた。フレーザーの国将1888年に、アレクサンダー・フレーザーとモニカ・フレーザーの息子として、アクトンに生まれ、 ブラッドフィールドカレッジで教育を受ける。1902年9月に海軍兵学校に入校を、1904年1月15日に卒業して、小尉候補生として海峡艦隊所属の戦艦ハンニバルに配属された。1905年2月に戦艦プリンスジョージに移動し、1907年3月15日に中尉に任官し、5月には、 戦艦トライアンフに移動した。9月に駆逐艦ジプシーに移動し、1908年3月15日に大尉に進級した後、地中海艦隊所属の巡洋艦ランカスターに移動した。1910年8月に本国艦隊に配属され、翌1911年7月まで偵察巡洋艦ボーディッシャで勤務した。7月31日からは、 HMS エクセレントに入り、法術専門士官として、研鑽を積んだ。1912年からは、王立海軍大学グリニッジ校の砲術コースに、進み、優秀な成績を収めた。ポーツマス海軍基地にある、フレーザー像第一次世界大戦が勃発すると、ガリーポリの戦いに参加し、エジプト西部防衛のためのジュニオ艦ミネルバでの、艦砲射撃を行った。 1916年3月15日に小佐に、進級し、同年末に、戦艦レゾリューションに移動した。その後は、グランドフリートに移動となり、終戦まで勤務し、1918年11月の、ドイツ帝国海軍太陽艦隊のスカパ、フロー抑留に再開した。1919年6月30日に中佐に、進級し、7月17日には、 大英帝国勲章を授与され、3月に第三海軍協に就任する。戦艦水売艦上における日本の幸福調印式第二次世界大戦が勃発すると、1940年5月8日に中将に進級し、1941年の国王誕生日に大英帝国勲章を授与される。1942年6月に、 本国艦隊の自席指揮官である第二戦艦戦隊司令官に補えされる。1943年5月に本国艦隊司令長官に補えされ、同年の国王誕生日にバス勲章を授与された。同年12月26日、機関リュークオブヨークに座城して、ノルウェー北端に近いノールカップ沖でドイツ戦艦シャルンホルストを撃沈したを、 1944年2月25日にソ連からスボーロフ勲章を授与された。1944年2月7日に大将に進級し、8月に東洋艦隊司令長官、12月には太平洋艦隊司令長官に補いされた。艦隊司令部はシドニーの陸上に置かれた。1945年9月2日、フレーザーは 日本の幸福文書調印式にイギリス代表として出席し幸福文書に署名した。フレデリックの肖像の前に立つフレーザー大将。1946年4月27日に海軍自重部艦長に補えされ、9月には初代フレーザー・オブ・ノース・ケープ団尺に除された。翌1947年9月にポーツマスチンジュフ司令長官に補えされ、 1948年2月7日に、元帥に昇進し、9月には、海軍士官の最高ポストである、第一海軍協に登り詰めた。第一海軍協在任中には、北、大西洋条約機構の設立に関わり、国内の反対を押し切る形で、大西洋連合軍最高司令官に、アメリカ海軍の提督が就任する原則に合意した。 1951年12月に第一海軍協を退任し、1981年2月12日にロンドンで死去した。フレーザーは生涯独身で子供もいなかったため、フレーザー・オブ・ノースケープ男爵家は一代限りで断絶した。ありがとうございます。